今回は徳島ラーメン特集。茶系、黄系、白系の3系とあると言われている徳島ラーメン、それぞれの有名店で食べ比べしてみました。まずは茶系の代表的なお店の一つ、東大。県外進出もしている有名店ですね。徳島ラーメンが全国区になったきっかけがこの茶系。東大ではなんと生卵を入れ放題、テーブルに置かれています。この生卵入りに茶色い濃いスープ、豚バラ肉のお肉というのが徳島ラーメンというイメージが結構ありますよね。はい、そして来ました、こちらが東大の徳島ラーメン。スープは豚骨や野菜を炊いたものに濃い醤油だれを加えたもの。青ネギ、もやし、ストレート麺というのが特徴ですよね。豚骨の臭みはほとんどなく、すっきりとして甘めの味わい。3系統の中ではこの茶系が一番醤油の強みを感じますね。ただ決してしょっぱくはありません。見た目によらず飲み口は意外にもあっさり。豚骨と醤油のコクを強く感じるスープ、細めのストレート麺によく合います。麺は柔らかめというイメージがありますけれども、まあそれもお店によってですね。ツルツルシコシコパツンとした感じのストレート麺もあります。まあもっちりした太麺とかいうものはあんまりないです。こちらの店のお肉は豚バラ肉をしっかり甘辛く味付けしたもの。最近は店によってね、豚バラ肉かチャーシューか選べるところもあるようです。はい、それでは生卵を入れてみましょう。この生卵を入れることによって甘辛いチャーシューやコクのあるスープがマイルドになる。まあすき焼き的なイメージですよね。まあこれがご飯によく合うんですよ。なので徳島ラーメンはご飯と一緒に食べる方が非常に多いですね。もうおかずみたいな感覚。なのでスープやお肉の味付けもご飯に合うように発展してきたものかもしれません。でこちらですね、子供が頼んだ餃子なんですが、めちゃめちゃ美味しかったそうです。はい、ということで茶系の代表的お店東大さんでした。なるほど、さすが東大。そう、続いては奇形の老舗品そば夜明けさんです。駅前に移転してきたんですね。なんとこちらのお店、朝8時から営業しております。徳島ラーメンで朝ラーが食べられるのは珍しいですね。お、券売機で今風になってますね。こちらも老舗、昭和27年創業。ややあっさり味で黄色いスープの奇形。茶系に劣らない数のお店があり、昔から老若男女に親しまれているスープです。やや透明感のある黄金色のスープ、豚骨と野菜に加えて鶏ガラをたっぷり使うので、鶏の脂の黄色がしっかり出ているのでしょう。タレは薄口醤油ベース、コクがありつつすっきりした味わい。中太のストレート麺がよく絡みます。ちなみにこちらのお店は注文をするときにですね、お肉がバラかそれともチャーシューかを選べました。まあ、今回はね、このお店もともとはチャーシューなのでチャーシューをチョイス。あー、やっぱ昔から変わらない、美味しい。まあバリエーション豊かですよ、徳島ラーメンは。これといった定義ができないですね。じゃあちょっとこの辺りで、ニンニク、生ニンニク入れて味変タイム。これでもうがっつり味が激変。うまい。またこのチャーシューもね、トロトロじゃなくてしっかり歯ごたえがあるタイプが多いですよね。噛めば噛むほどにうまみがにじみ出てきます。麺がスープめちゃめちゃ吸うから、どんどんね一緒に減っていくんですよ。最後までスープが残らない感じ。はい、そんなこんなで松本駅前老舗の奇形のラーメン屋さん夜明けさんでした。あー、
ごちそうさまでした。絶対おいしい、絶対おいしい。はい、そして最後は白系小松島市の岡本中華。茶系焼系の原型と言われているのがこの小松島市の屋台で誕生した白系なんですね。1951年創業の岡本中華は乳白色に白濁した優しい味わいのすっきりしたスープが特徴。見た目は博多豚骨風のスープなんですけれども、甘みがあってすっきり、意外なほどこってりはしておりません。他の系統と同じくコクが強く味わい深いスープ。今回はね、肉入りにしてみました。基本徳島ラーメンは替え玉とかができないので、大中小っていう風に選べたりしますね。あ、でもさっきの東大さんは替え玉があったかな。最近はそういうお店もあるんでしょう。こちらは、肉入りの小ね。はい、この麺、この麺がねめちゃめちゃ美味しいです。岡本中華で、この見てください、見るからに分かるでしょ。ちょっと透明感のあるすっきりとしたあっさり系のスープなんですよ。あー、豚骨と鶏ガラのいい香り、あとこの野菜の甘みなのかな、独特の甘みのあるスープ。小松島の人はねこの岡本中華が一番馴染みあるんじゃないですか。あー、お店は綺麗に大きくなったけど味は変わらないわ。美味しい。昔はねこの白系のラーメン屋さん結構あったらしいんですけれども、今はねもうあまりたくさん残ってないですね。この岡本さんとか、あと数店数えるほどじゃないでしょうか。チャーシューはしっかり歯ごたえのあるもも肉なんかが使われていました。これもね小ぶりなんですけども、噛めば噛むほど旨味が染み出してまいります。この麺うまいんだよな、シコシコ。で、昔から岡本さんはこの小さいね海苔がついてるんですけれども、こうトロトロに溶けちゃうやつ、焼き海苔ではないんですよ。あ、これ前からだったよな。で、この青ネギメンマ、ゆでもやしっていうのはまあどの系統でも共通して入ってるんですかね。まあでもこの懐かしいお店も綺麗に新しくなって、昔はねおっちゃんとおばちゃん2人でやったんですけどね。あ、うまー。まあでもやっぱり個人的にはこの青春時代を過ごした小松島の白系ラーメン懐かしいわ。ごちそうさまでした。はい、こんな感じでですね、茶系、木系、白系と3系統の徳島ラーメン食べ歩いてまいりました。もちろんどの系統もそれぞれ違った美味しさがありますので、どこがいいとは言い切れません。ぜひね、いろんなお店食べ歩いて自分好みの一杯見つけてみてはいかがでしょうか。ということで、徳島帰省シリーズやっております。また。